今回ですね、4月の28日、苫小牧の西港で釣りをしてきました。まず最初にですね、東ふ頭、苫小牧西港東ふ頭の方に行って釣りをしたんですけれども、岸壁のですね、ところで、サビキと、えー、ブラーで落とし込みで、まずですね、あの様子見で釣りをしてみました。で、少しですね、ジグ、メタルジグ使って投げで、 あの遊びでやってみたっていった感じですで一応ですねこっち側の東ふ頭の方で釣りをした時はですねあの1匹も釣りませんでしたで引きも1回もありませんでしたで周りの方はですねニシンではなさそうなんですけれどもカタクチイワシのようなちっちゃな魚ですねあのそういった感じのものをですね少しさびきであげている方もいましたし えー、30センチオーバーぐらいの油湖のような感じのものですね。遠くの方だったので、はっきりは見えませんでしたけれども、そういった魚も釣ってる方もいました。はい。で、天気がですね、すごく良くてですね、あのー、空が青くて、綺麗で良かったですね。はい。で、こちらはですね、1時間ちょっとぐらいやって、まあ、 気きもなく釣れる気配もないので移動ということで次はですね苫小牧の誘沸埠頭に行くことにしましたはいでこちらがですねあの誘沸埠頭の様子ですねはいやはりですね樽さんが目の前に見えてですね太陽もこれから夕日夕方になると夕日も落ちて えー、太陽もして夕日がとても綺麗な場所ですね、はい、で結構ですね、あのー、休みということで人も来てましてえ、えー、と周りの人はですね、あのー、見た感じちょこちょこ釣れてましたでニシンなんかもですね3 0ンチまではいかないと思いますけれどもちょっとあの小さめのニシン錆びきで釣っている方がですね結構 いました、はい、であとはですねあの投げでやってる人も結構いてですね投げの方はあんまり釣れてるような感じ行った時はですね釣れてるような感じではなかったですけれども差引きの方はですねまあまあ釣れてそうだなあといった感じでした。 で、今年ですね、あの初めて当たりがたくさんありまして、というのもですね、岸壁のところ、夜、ライトで照らしてみるとですね、ガヤがたくさんいたんですね。で、釣れたのもガヤ3匹、ちっちゃいの釣れました。はい、まあ、今年初めて魚釣れたっていうことなんですけども、まあ、ちっちゃいのだったので、今度ですね、もう少し大きいですね、なんかカジカとか、 アブラコ、ソイなんか釣れたら嬉しいかなと思いますね。また、えー、今月、5月ですね。5月になっても行くと思いますので、その時の様子もあのー、今後アップしていきたいなと思います。